こんにちは。至仏山パート1からの続き、パート2になります。険しい岩場を越えて次に進みます。だだっ広いところに出てきました。この辺りは夏とは湿原の辺りになるのかな。景色が綺麗で見渡せていいんですが、なかなか着きません。歩いても歩いても着きません。ほぼ一緒に歩いている人がちょこちょこ地図を見て、まだまだ先が長いねと話しているのを聞いて、わかるわかる、うんうんと思っていました。だいぶ登ってきました。景色を見ながら黙々と歩きます。この先に越し粒山があるのですが、間違って巻き道に行ってしまいました。帰りは絶対に寄って帰ろうと考えています。今までの景色も綺麗ですが、上に登ると全然違います。山頂が楽しみですね。あと少しのはずなのですが、山頂に近づけば近づくほどどんどん人が増えていきます。山頂あたりはかなり岩場なのですが、皆さん写真を撮ったりゆっくりなので、少し皆さんと景色を楽しみましょう。わあ、かなり人がいっぱいのようです。混んでる山は嫌いなんですけどね。木が綺麗なのでよしとしましょう。景色は綺麗だから見たいし、足場はいわゆる不安定だし、忙しいです。あと少しで山頂です。人がめちゃくちゃいます。想像以上に来ます。写真渋滞ができているので並びます。はい、山頂着きました。見てください、すっごい綺麗な景色です。登ってきた甲斐がありますね。新潟、群馬、栃木の山々が見渡せます。尾瀬ヶ原もしっかり見えてます。残雪期に登れるのはこの時期だけなので来てよかったです。天気も良くて景色も素晴らしかったです。また夏の高山植物いっぱいの時にも来てみたいですね。山頂はあまりに人がいっぱいなので少し離れて今日はこの辺にしたいと思います。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。